ホリコキャピタルマネジメントはニューヨークに拠点を置く投資顧問会社。僕も広瀬隆雄氏とこのホリコ秀治氏。この二人の情報を特に参考にしています。先日彼のセミナーがありました。そちらの内容から新たに学んだこといくつもありましたのでご紹介します。まず彼が言っていたことで一番印象に残ったのはこの言葉。皆が思ったらもうそれは株価に織り込まれる。マーケットを見る人間としてはその逆を恐れないといけない。彼は米国経済株式市場2023年後半の見通しをお話しされていました。去年1年間は金利が上がったから株価は下がった。そのように市場参加者は考えている。これが最初の間違いだと彼は述べているんです。マーケットの歴史を見ると去年は異例なことだったんです。過去50年のデータを見ると株式と長期国債価格の関係は同じような方向に動くのではなく、実は逆の方向に動くものなんです。つまり景気のいい時は株が上がり金利も上がる。逆に景気の悪い時は株価が下がり債券は買われる。それが通常の株式と債券の姿と彼は述べているんです。去年は株価が下がり債券も売られた。これは異例なんです。これはおそらく我々が生きている間にもう一回繰り返すことがあるかないかギリギリくらいのそれくらい珍しい事象と彼は述べています。今後は正常化の方向に向かうと考えるのが自然。それはつまり景気のいい時は金利も上がり株価も上がるということ。今は債券は売られています。でも景気がいいから債券が売られるのは当たり前の話なんです。だからといって去年のように債券が売られるから株も売られるというのは違う。いつまでも債券を見て株をやっていると株価の上昇についていけないと彼は警告しているんです。そしてインフレと株価の関係に関しても勘違いしている投資家が多いということ。インフレイコール株価の下落というのも間違いと堀越は述べているんです。長期で見るとインフレとともに株価も上昇しているんです。インフレと株価は共存共栄のような関係。これは新興国先進国どちらも当てはまるということなんです。ある程度のインフレは経済に必要なもの。インフレは株価には悪いと思い込んでしまうと今年前半のような相場についていけないです。コロナ以降起こっているのは2020年は S&P500 最大 34% 下落したんです。そして去年の2022年最大で 25% 下がりました。つまり下落率はどんどんと小さくなっているんです。大きな波がだんだんと小さくなって正常化する過程だと堀越は考えているんです。下落率は前よりも小さい。つまり次来る下落もおそらく去年の 25% よりも小さいと思うということなんです。イメージで言うとこんな感じ。コロナでの暴落 34%最大、そしてその次の大きな下落が去年でした。最大でマイナス 25%。 そしてその次に来る下落、それは前回の 25% よりも小さいだろうということなんです。逆に上昇も同じです。上昇の方を見るとコロナ後に急回復で 110% 上昇しました。それがここ、そして今まさにいるのがこの上昇だろうと堀越は述べているんです。次は 110% よりもおそらく小さい上昇になる。今が上昇の過程だと彼は述べているんです。つまり今まさに我々がいるのがこの丸で囲った部分だろうと堀越は述べているんです。多くの人が今の相場はこの大きな波の中にいるという認識ができていないと彼は述べているんです。景気と物価に関しては今後も下がると思う。しかし株価はそれをもう先取りしている。景気が悪くなるから株価が売られるという考え方は絶対にしてはいけないと彼は述べているんです。それでは市場参加者の多くが懸念しているリセッションに関してはどうか。こちら青色が S&P500、 そしてグレーの部分がリセッションです。リセッションの時は株価が大きく下がるというのがわかると思います。これが多くの市場参加者が見ている部分。しかし堀越が見ているのはこのグレーの部分ではなく白の部分、つまりリセッションの前の部分だそうです。それを見るとわかるようにリセッションが起こる前はだいたい株価はものすごく上がることが多い。そしてリセッションが来た時に起こる株価の下落はそれまでに続いた大きな上昇の調整過程だと言えると彼は述べているんです。それが堀越の結論なんです。振り返ってみると2022年の初めの6ヶ月、実は GDP がマイナス成長だったんです。それによって株価の調整は終わっている。ですので次にリセッションが来て下がるとしても下落は小さいと堀越は考えているんです。そういったこともあり堀越は引き続き良好な株式のリターンが後半に向けても見込めると考えているんです。
そして AI ブームに関してもお話ありました。これは本物だと思う。今回の AI は生産性を上昇させるテクノロジーだ。2月から始まったばかりで、成熟度としてはまだまだ初期の段階。 NVIDIA、Microsoft、Alphabet、Amazon、Apple などがリードしていくだろうと。特に AI 関連銘柄の中でもまだ割安で、今からでも十分にいける銘柄、それがメタプラットフォームス。堀越は10年以上この銘柄に投資している。 AI はメタバースに生かされやすい分野だと思うということなんです。 AI 関連銘柄の中で上昇余地があるのはこのメタプラットフォームズだと思うと彼は述べているんです。今回の堀越のお話、特に債券と株価の関係、インフレと株価の関係、ものすごい勉強になりました。特に去年は異例だった。今後は正常化の方向に向かうと考えられている。長期的に見ると我々は波の中にいるというのも非常に参考になります。今は広瀬隆雄氏とはちょっと違う相場に対しての見方をしているのかなというふうにも感じました。